早稲田大学本源寺物語とは、源氏物語の写本。現在早稲田大学の所蔵であるためこの名称で呼ばれる。本写本は、三条にしみえ天正7年1月24日の筆と伝えられていることから、伝三条にしみえ筆、源氏物語と呼ばれることもある。ただし、口実の理由から三条にしみえの筆ではないと考えられている。三条にしけ急造とされ、 現在は、早稲田大学図書館に、基調資料として所蔵されている。54条のソロイボンで、綴り破装の表紙には、金茶色に桜の花が織り込まれたドンスを使用されており、中央の台線には金霊を引いた紙を用いられている。嫁入りボンの形態を持ち、巻絵の描かれた豪華な小ンスに収められているなど全体として、非常に美しい作りになっている。 本文は三条西アホン系統の青表紙本である。本社本を多数の保護を表紙裏に含んでおり、これらの保護は江戸時代初期の社本制作事情を知ることができる貴重な資料になっている。保護の中には本社本の書写と同筆の源氏物語の保護が複数含まれていることから、現在付されている表紙は書写と同時に作成されたものであることがわかる。 また保護に使用されている文書の中に、三条にしみえ没後の慶長9年に成立した兵手大名人演技についての記述があるため、三条にしみえによる全長一筆書きとされているが、三条にしみえではないと考えられる。本社本は、行為源氏物語、源氏物語体制行為編や、源氏物語別本修正といった主要な広本には採用されていない。 本社本についてはごくわずかの原因が明らかにされているだけで、本国は本文そのものについては全く存在しないものの、表紙裏保護については、本国が存在する。ありがとうございます。